はい、こんにちは。アンレジーナ智也です。どうも。今日はね、まだ25歳ぐらいの時に作った曲をお送りしたいと思います。ライブでね、1曲目のロックンロールみたいな曲が欲しくてね、意図的に作りました。風呂場などでは作っておりません。これもね、歌詞は、私が書いてないですね。当時付き合ったね、彼女に書いてもらいました。聞いてください。風はいつも。ワン、ツー、スリー、フォどうなったか知りたい？そんなもん決まってまんがな。今うちの神さんですわ。ええ話でしょ。ラバイ。